沿線風景茨城県道213号町、高野北上線は、茨城県筑波市町高野から同市北上に至る、一般県道である。1959年10月14日、新たな県道として、筑波郡、大保町大麻町高野を起点とし、筑波郡筑波町を終点とする区間を本路線とする、県道町、高野北上線として、茨城県が、 県道路線認定した。1995年に整理番号213となり、現在に至る。つくば市北条の終点付近。この写真では、国道125号と県道138号石岡つくば線間の道路に、県道213号の案内標識が立っているが、実際にはこの区間の県道指定は、昭和46年9月の道路の区域変更と、 道路の共用廃止の告示で県道の指定から外されている。昭和46年9月30日の道路の区域変更の告示の表では、筑波郡筑波町大技北上技亀井5211一般国道125号線交点から、筑波郡筑波町大技北上技日向市一般国道125号線交点に変更されているといった記載がなされているが、 実際には、住所表記が間違っており、新旧入れ替わっての記載ミスである。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。現在の茨城県道138号、石岡津久場線以降点 AB 道路の区域決定、茨城県法、号外10月14日よりハット ABC。 道路の区域変更、道路の共用廃止、茨城県法、第5952号、ピアニッシモ、3 5 A。BCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、P13 茨城県法。 第1087号大正12年4月16日、茨城県国時百194号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より、道路の区域変更、道路の共用開始。茨城県法号外、ピアニッシモ、1、3、道路の共用の開始。茨城県法、第7008号、P5、道路の共用の開始。茨城県法、 第563号、P5、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ、82。ありがとうございます。